食塩不要のね、くるみとアーモンドとカシューナッツ、これをちょうどこうなんかこう ひとつまみ、ね、これをですね、これをまずこれで、あのフードプロセッサーじゃなくてこういうふうにちょっとこうあの硬いからちょっとアーモンドをね、あの すりこぎでこうやって、うん、全部粉々にしないで残ってた方がいいんですよね。やりすぎないぐらいで、ちょっとだから雰囲気は残ってた方がいいですね。で、あの玉南実は自分の家で作れるんですよ。あの作ろうと思ったら自分で作れるお菓子です。だって素人の私が作れるんですから、失敗がないんです実はね、うん、でで大麦です。使うのは大麦で、めんどくさくてもやっぱりふるいにかけた方がいい、ふるいにかけた方がいいから、でこれももう本当にビューティーね、あのカシャ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 ってせないかんのとか、パウダー、あ、っていうかね、ジョカナンは黒豆菓子なわけですよ、ね、なもんだから今日はね、ちょっと黒豆きな粉がなくなってしまいましたので急遽これを入れます。なので黒糖が入るのでこうちょっと甘いんですよね、うん、一番最初これあれでしょ、黒大豆、ね、黒豆きな粉が一番成分が多いからいいんですけど、要はここでだいぶ砂糖が、砂糖じゃないですか、黒糖が加わるわけだから、ちょっと甘いのが好きっていう方にはこれでのお好みには、まあ要するにこれで甘くなるから、これを入れるのが一番だなと思ってますね。よし、これをそれだけ入れて、そして25% ずつってことやな、
それが、粉パウダーね。粉パウダーを、これぐらいね。25% ずつ入れるってことは 50g。パウダーもちょっと入れようか。パウダーもちょっとね。そうね、それが1日。そして牛乳入れない代わりにスキムミルク、ちょっと多すぎました。そしてカカオです。大人のハイカカオですね。ココアパウダー、ココアパウダーね。でこういうの使うとちょこ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 ここに砂糖が入ってるわけですよ。だから全然砂糖が入ってないというわけではないです。全然砂糖が入ってないというわけではない。で、さっきの分をちょっと多めに入れた分、これをちょっと控えめに、今日はあのこっちを多めに入れた分、これを多めに入れた分ね、こっちをちょっと控えめにしようと思っています。はい。で、小豆も結構大事で、小豆の粉ね、小豆のお汁粉の粉をちょっとね、これをね入れすぎるとね硬くなってしまうんですよ。繊維が細かいってあれなんだけど、お汁粉で飲むのはいいんですけど、もうちょっとこれに入れるときはもう控えめにしますということで、今回はこんなもののこの一番下の部分がちょっと多すぎましたね。なのでオレンジピールとかの方を入れて、ミキサーがね、ミキサーで、ああやってた。黒ごまが残ったね、黒ごまが。もうちょっと気持ち詰めそう。
のとこに。なんか風味がどれくらい変わるかな。投入です。投入はですね、投入というよりも絶対が切れないと、うまくいかない。ということで水分がこんな感じ。さてと、入れるレーズンを少しにします。今度はね、ここはね。レーズンとオレンジピール、オレンジピール、はい、でこれはあのあれです。こんな感じ、こんな感じ、ね、オレンジピール。でオレンジピールはですね、あれしました。糖分が入ってますから少なめにしますね。でもこの酸味が入ることで、ね、何でいい感じになるでしょう。
扱いするわけにはいきません。よし。シュークリームを作る時のように、シュークリームを作るがごとく、もう少し緩くしたかったらとかね、なんかこういう、ここは塩梅の領域になります。シナモンをちょっとだけ。約束したじゃない。シナモンをちょっとだけ入れます。気持ちだけね。から言うとね、どうしても私の場合こういろんなもの入れたから、こういう感じ、こういう感じなわけですよ。そしたらこれではちょっとまだボソボソになるので、ここでね気持ちこう結局足すんですけど、これの量がどれぐらいだろうっていうのはね、結局最初に測った 100cc よりも250cc くらいになるんじゃないかなと思うんですよね、結構。そう。だから200じゃなくて250。すると、これで、レシピが完成ですね、これで。作ったら、なんてことはなかったけど。もちろんうちに頼まれないといけないかなとか最初思ってたんですけど、私のお菓子作りはやっぱりあれですね、母がなんだろう、学校のバザーとかあったみたいなんですよね。ほら私立のお嬢さん学校系はなんかそういうのあるじゃないですか。なんかそんなんで、で私は別にお嬢さん学校行ってないんですけど、とにかく私のお菓子作りの原点は母のパウンドケーキとかプリンとかなんかそんなところから始まってますね。だからこの基本的にね、粉物を入れたらこの
ゴムベラでやるとか、なんかとかいうのは。よし、さ。ということで、結局ゴムベラ使うとね、粉物がうるさく、こう、で、まあ、もともとグルテンフリーですから、これは、グルテンが威張り出したりはしないんですけど、まあ、混ぜるときに、こうやってこう、何ね、それこそ、食品ロスがないわけですよ。ええよ、このゴムベラって。こういうことですよ。ね、この時点で。全部使えてる。ね、こういうこと。こうやって、ね、ゴムベラ使うと、こう、何無駄が出ませんよって話ですね。なので、あ、このゴムベラはね、これはね、あれですよ。これ100均です。100均ってね、意外とバカにならないですね。いいものありますね。100均の中で買ったもので、優れものだったののベストワンはこれ。で、その次にこれ。これ。これはもうあれですね。なんか、魚とかなんかを触った時に、匂いを消したかった時に、この、これステンレスできてるんですけど、これでこうやって、手洗いすると、手の匂いが消えますよという不思議な、ごめんなさい、原理はわかりません。とにかくステンレスでできています。これ100均で見つけました。あとね、これ。エッグの形をしてるこの鍋ね、これは100均でした。これ、なんて言うんですかね、そう、なんか壁とかにも使われるあれでしょ、プスでしょ。でこれをこのままこうしてエッグスタンドの冷蔵庫の中に入れておくと脱臭剤、これも100円。これとこれとこれは私はあれですね、100均で見つけたもうよかったよかったもの、このあれね、もうヘビーユーザーですよ。これとかだって入れてるだけですけど、で冷蔵庫の中の匂いを、嫌な匂いを脱臭してくれる効果がある分が今のですね。で、あ、そう。で、入れた後、ちょうどなんか、何赤ちゃんにミルクやった後、ぐってごぼってこう言わせるための、その時のように、優しく、赤ちゃんのお尻のように、赤ちゃんみたいにギュッポって言わないから、まあ、ちょっと考えないといけないですね。これね、ちょっとまだ胃がね、胃が人間の形で、大人の形になってない赤ちゃんをこうやってこうさせてくれましたね。ギュッポって言わせるための時のようにね、ちょっと、それぐらいの感じで空気を抜きます。ここでこうやって空気を抜くんです。ということで、ある程度空気が抜けました。はい。でですね。ということで、おまじないのように要は気を入れるわけです。これね、だって除火なんですから、金網置きですから。ここに今私が手をあれを入れました。気を入れました。はい、ということで、これはそれをこれを炊飯器で炊くだけ。